いたーい、ぐすーよー、ちゅーがなびら。皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです。心配されていた新型コロナウイルス、再び感染が拡大していますね。長期戦になってしまいました。疲弊もしているかと思いますが、今一度自分たちができること、不要不急の外出を控える、社会的距離を取る、マスクの着用、手洗い、うがいをしっかりする、自分を守ること、そして家族やコミュニティを守ること、一人一人ができること、しっかり頑張りましょう。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は宮古島市市長の下地俊彦さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。下地さんは1945年生まれ、宮古島のご出身です。琉球大学生物学科を卒業後、琉球政府沖縄県庁の職員、沖縄県宮古市長庁などを歴任しました。県庁を退職した後、旧グスクベ町助役や沖縄県漁業協同組合連合会会長を経て、2009年の市長選挙で初当選、現在は3期目を務めています。下地さんの地元宮古島への思いや、3期目の目玉となる政策についてお伺いしました。今週はその前編です。なお、このインタビューは7月27日に収録したものです。それではどうぞ。いや、今年の、初めでは想像もできなかった状況に半年でなってるんですけども、このコロナの感染の話、今の宮古島市長のそのこの大きな課題への姿勢、本当に予測もしなかった事態ですよね。これにどうやって対応するかというのは、一歩誤った対応をしてしまうとコロナが拡大してしまうという恐れの中で、どうしようかということで、いろいろ考えました。コロナの対策を国や県が具体的に予算化をするだろうという予測は十分立ちました。しかし、国の具体的な政策が出てくるには時間がかかるだろうと、これも予測できました。したがって、その間市役所が何かやらなければならんというふうに思って、市の持っている貯金である財政調整基金、これを一般会計に繰り入れるという仕事をいたしました。どれぐらいかかるかわからないというので、とりあえず2億、貯金を取り崩していっぱい残念にして、でこの2億を市長の裁量で、コロナの対策ができるように市議会に提案して了解をいただきました。これで自由にお金が使えるという状況が出てきたわけですから、この対策で、まずやったのは、やっぱりコロナで一番疲弊している、あるいは疲弊しそうだというところは、やっぱり飲食業、こういう部分が一番危ないなというふうに思って、この分野にまず一時金という形で各店舗あたり10万円ずつを支給するということをいたしました。しかしそれだけじゃ足りないねと。そうすると、宮古に来た人は、交通はほとんどタクシーを使っているわけですから、そのタクシーも観光客が少なくなって経営が大変だということになりましたので、まあこの分にもタクシー会社にを対象に3700万円ぐらい交付をして、
コロナの対策、それから人の確保というふうなのをやるようにという、まず最初に、しのいでくれということですよね、はい、やって、第一弾という形でやりました。まあ、それによってその後やっぱり国の政策あるいは派遣の政策で、順次金もできてきましたんで、まあ、それを合わせながらやったんで、そんなに業界として、混乱することはなかったなというふうに思ってます。国や県が動くのはどうしてもあれ大きな組織を動かすのはやっぱりちょっと市長の立場から見ても、遅いなという気持ちになりますね、これ国民の目線でもそうなんだけども、これ なんでそうなるんですかね。これはね、市町村というのは常に市民と密接な関係にありますから、市民の感覚というのがストレートに伝わってくるんですよね。やっぱり県や国になるとやっぱりクッションがあるからね、そして全体を見ながらそれを平等にやろうとするからなかなかうまくいかないんだろうというふうに思います。やっぱり市民に一番接している市町村長というのは敏感に反応しますよ。宮古はこれほど経済が活性化し、それこそ人手不足やその観光100万人を超える観光客を受け入れる体制など、それから企業の進出も多くありという話だった、次の話はその宮古の潜在的な魅力のことを伺っていきたいと思うんですけども、下井さんは生物学の専門でいらっしゃって、いつもお話をすると農業の話をすごくなさる、宮古島はこうミラクル宮古島ですね、はい、農業沖縄県の耕作面積の、確か3割ぐらいはもう宮古島なんだという数字があったりする、はい、それからサトウキビの生産量の半分は宮古島が、そうそう沖縄全体のと、はい、こういうことがその農業ということのパワー、これやっぱりますます見直されてきてますね、このポテンシャルは、これはね、確かに観光も重要な産業だと思います。でも観光だけじゃダメなんですよね。それを支える基盤であるその食料の部分、農業の部分がしっかりしていないと観光っていうのは気まぐれです。今回もう改めて世界中で実感していると思います、産業論で言うとね。そうですから、その中においても食料としての農業をしっかりしておくということがある意味では島の経済というのを考えた場合にはですね、まだまだ余力はあるだろうなというふうに思いますよ。だからさっき言ったようにサトウキビは沖縄県全体の半分、マンゴー、ゴーヤ、タバコ、日本一ですか。日本一ですよ、生産量も品質も。これぐらい農業のポテンシャルの高いところはないと思います。それに一番僕が期待を持っているのは若い、農業に従事する人たち、全体的に見て沖縄県も全国を見ても減ってきてますよね、宮古島だけは去年だけで20名新規参入があるんです。農業分野に20名若い人たちが入ってきた、つまり宮古の農業に対して魅力を感じていると思いますね。マンゴーが象徴する話ですけども、ブランド化していくというようなことの、宮古産のものがいいと、僕はいくつかメモってきましたけどね、サトウキビもちろんおっしゃる、かぼちゃやゴーヤーやとうがんや、マンゴーが引っ張ったんですけどね、これもいい価値になってきましたね。なりました。新たなものとしてメロンが出てまいりました。メロンが夏物だと思ってたメロンが、夏も当然取れますが冬も宮古は取れるんです。この冬のメロンがもう爆発的に今人気があると。いい値段ついてますか。いい値段がついてますよ、はい、だから冬の贈答品としてはメロンが一番喜ばれてますね。当面はこのその人が多く移動すると、大勢で移動するということは、しばらくできないかもしれませんね、しかしながらこちらから産物を送り届けるということはできるわけなので、ここは産業論的にはすごく注力すべきところですね。
ですから農産物や水産物 の輸送費あるいは移送費に対しては、うん、ちゃんと助成金が出ますから、これがあるから宮古の人たちは安心して作物を作れるという形があります、うん、これは一括交付金の制度でね、とても農業の人にとってはメリットのある制度だなと思って、これだけは一括交付金が今後も続けるようにお願いをしたいなと思って、うん、でも そういう意味でもこの10年、まあ、10年というのは5年一括交付金の効用が出てきた仕掛けで、農業の分野においても環境整備は整ったという言い方ができるんですか、うん、できますね、うん、ハウス栽培が宮古島は多くなっているわけですね。もともと台風の常襲地帯ですから、路地で栽培するともう台風でみんなやられてしまうと。ですからハウスの中で、できる付加価値の高い農産物ということであると、さっき言ったような形の産物にみんなが特化していくという形が取りますし、土壌そのものが農産物を育てる土壌としては最適な土壌だということです。合わせてこれは合わせ技での観光が、うん、出てくることによって相乗効果が生まれそうなんでしょうけども、うん、都ブルーという言葉、それはもうそれに象徴されるように、うん、これだけ今昨年度で100万人を超したんですよ、うん、なんかこう覚醒の感があるんですけども、うん、都と八重山と比べた時に、八重山が100万近く行った時にまだ宮古が40万ぐらいだった時代を覚えているんですけども、うん、政策を作る時、うん、なんていうかわずか10年ちょっとでこういう状況になるというのは、はい、市長からするとどんなふうに見えますか、うん、これはねやっぱり私どもも観光に対して力を入れなきゃならないというふうに思っていた、うん、ちょうどその時にね、うん、クルーズ船が宮古島に目をつけていただきました、うん、それで、多くのクルーズ船が来るようになって、それが結果としてまた宮古はいいよというふうに、うん、宣伝してもらって、たくさんのクルーズ船が私の方が想像する以上に来たということです、うん、そうすると宮古の港だけではもう手狭だというのが分かったんで、まあ、クルーズ専用のバース12万トンクラスの12万トン用ですか、もう完成しました、うん、だから完成したのはいいんだけど、うん、コロナで来らなくなった、うん、だからまあコロナの収束を待ってまたもっともっと賑わいが出てくるんじゃないかなと思ってるのが一つ、うん、では宮古島に際限なく観光客を入れていいのかという問題がありますよね。これだけ島というキャパシティの中に来たいからといってどんどん入れていいのかという問題がございます。だから宮古島の第2次の観光振興計画ではマックス200万ということをに一応いたしました。それでも200万、まだ去年の、はい、去年がこれまでで一番多くで110万ぐらいですか、110万200万までは受け入れる体制を作っていくと少なくとも私の時代にはそれでいいと思ってる、うん、これ以上増やしてしまうと、うん、島のキャパシティに相当影響が出てくると。生物学を勉強した人間として、うん、生態学的に見てこれはもうマックスこれぐらいだなと、うん、僕は思ってます。まあ、天井が見えたということはすごくはっきりしていいことなんですが、うん、200万も多いと思っている人もいるでしょう。たくさんいるでしょうね。いるでしょう、うん、でもだからといってこの数字を抑え込んでしまったら、うん、経済そのものはそんなに発展しない、うん、私はこの200万というのを質の高い人たちに転換したいと思ってるんです、うん、そういう落ち着いた感じで都で滞在して観光していただけるという、うん、そして都の食材を堪能していただけるという、うん、そういう客層に転換をしたいと。そうすることでそんなに増やさなくてもね経済的な効果は出てくると、うん、そう思ってます。都の観光の今の現状を見てみますと、確かにラグジュアリーなホテルと、うん、高級なホテルが
この数年でたくさん増えました。いや宮古にはそういうシフトが起きましたね、うん、あのハイレベルなホテルがどんどん進出したと、うん、これが数年のことですよね。そういう意味じゃ今の市長の戦略と合っていますか。合ってると思うね、うんうん、ただねここで一番弱いところは、うん、そういうホテルというのは基本的にあの地元の人との接触があんまりないんですよね、うんうん、それはそうだよな。あの限られた空間の中でゆったりと生活をしているというのが基本的なその高級感の、それを求めてきている部分があるから、だからね、うん、だからその分はちょっとどうすればいいんだろうというのが悩みだな、うん、接触やりたくないというんだったらしょうがないよ、うん、でも、ま、なんか宮古のそういう文化だとかね、うん、芸能だとかねそういうふうなものが楽しめるような形で交流ができればいいんだなと思う、うん、あのこのハイソサイティな客層も半分はそうでありますが、うん、半分はですねやっぱ地元の魅力に合わせて選ぶんだということの客層だと思った言われていますから、うんうん、これはあのその人たちにその求められる地域戦略、うん、地域政策これがあのこれから求められることになるでしょうな、うん、それもありますしね。それは今のところ観光協会が、うんぐらいかな120ぐらいコースを作ってあるんですね。ああでもし観光協会にどんなところに行きたいというオファーがあれば、うん、そのコースを紹介して、うん、でそれができる人も紹介するというシステムはもうあるんです、うん、だからもっとニーズがあるのかどうかがこれから、はい、あの質の高いそういう商品か、うん、観光はとても大切な産業だけれども一方で気まぐれなところもある。だからこそ基盤である農業もしっかりやるというのが政策なんですね。実際に宮古島の農業分野には若い人たちも続々と参入してそのポテンシャルの高さに注目が集まっています。宮古産のマンゴーやゴーヤをはじめとする果物や野菜おいしいものが多いですよね。現在のような状況にあっても農作物であれば輸送によって全国各地に届けることができます。そして宮古のおいしいものを知った人たちがいずれ観光が回復した時にはおいしいものを食べにまた訪れるということになるといいなと思います。お話を終えて島田さんは74歳の下地市長ますますエネルギッシュで4期目への意欲も感じ取れましたというコメントでした。今週のコーラルラウンジは宮古島市市長の下地俊彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。自称何でも屋の私は本当にいろんな仕事をさせていただいてるんですけれども大きな柱の一つである舞台業の方はやはりこのコロナの影響で舞台は中止になったり延期になったり規模を縮小したりそれから舞台公演を開催するにしても感染症対策を取りながら例えば一席ずつ空けたりそれからいろんなこう入場の際も工夫をして公演を行うといったことが続いています。もう一つ司会業の方では、結婚披露宴の、ね、司会もよくさせていただくんですけれどもやはりこちらもコロナの影響で、中止をされる方延期をされる方がいらっしゃいます。最近よくご連絡をいただくのは、一度延期を決めたんだけれどもその日付をさらに、再延期したいという方のご相談も増えてきています。よくよく話し合って新郎新婦もそしてご家族もさらには披露宴会場の皆さんともいろいろ話し合って苦渋の決断だなというふうに思うんですけれどもみんなでお祝いをする気持ちには変わらないなというふうに思います。最近では沖縄の披露宴会場とか結婚式会場リモートの動きもあるということでこれからまた新しい結婚式や披露宴の形も出てくるんだろうなというふうに思います。披露宴特に沖縄の披露宴はもう大人数でねみんなでワイワイ、
たくさんの余興もあって歌も踊りもたっぷりで、そして最後には新郎新婦の幸せを願ってみんなでこうカチャーシーをするという、本当にあの賑やかで楽しいものなんですけれども、今この状況の中でどんなことができるんだろうというふうにみんなで知恵を絞っていきたいなというふうに思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田勝也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。